チャン族は、中華人民共和国の少数民族の一つ。人口は、約30.6万人。主に、四川省阿波チベット族チャン族自治州内のシゲル県、川県、利県及び松阪県、さらに、名誉市内の北川チャン族自治県に、集団で住んでいる。チャン族は、地めあるいは、鹿、と自称する。その意味は、 現地で生まれ育った人、土着の人である。中国による支配後、統一して共族と称するようになった。チャン族は、シナチベット語族のチベットビルマゴ派に属するチャン語を、話す。チャン語には、南北二大方言が存在する。彼らは現代中国では、古代の司書に現れる、共人の末裔であるとされているが、本来の、今日は、 チベットビルマ系言語を話す諸民族の総称である。ここでは古代の狂人は狂人、現代のチャン族はチャン族とし、両方について記述する。古代の狂人の中で最大勢力を誇り、聖火を建国したタングート族には独自の文字として聖火文字が存在し、そこから再現されたタングート語は現代のチャン語北部方言に比較的近い。 聖火文字は1227年に聖火がモンゴル帝国に滅ぼされて以降徐々に使われなくなっていったが1502年までは使われていたことがわかっている。狂人は歴史的に漢族やチベット族と雑居し接触を重ねてきた。現代のチャン族も多くの人が漢語かチベット語を話し漢字やチベット文字を使用している。古代の教人の居住地は 現在チベット語のアムド方言やカム方言が話される地域とほぼ重なっている。そのため、アムド方言やカム方言の話者の中には古代教人の後裔が多数含まれると考えられる。1964年の中国全国第一回人口調査による統計では人口は48,261人であった。1993年時では、 約20万人。2000年の第5次全国人口、広島統計では30万6072人で、中国政府が公認する56の民族の中で28番目に多い。チャン族は古代から中国史に名を残す異民族であり、古くは陰代の甲骨文字の中に、強人に関する記載がある。古代の強人は分布が広く、中国の西北。 西南、中原の一部の地方にも、その活動が見られた。その後、時代を経て古代狂人の一部は、現在のチベットビルマゴ族の中の、各族に発展変化し、別の一部は、その他の民族、特に漢族と融合した。ただ、民工上流域の渓谷に生活する一部の、狂人は、様々な要因によって今日までその姿を、どめている。 2008年の四川大地震で激しい被害を受け、チャン族の文化は保護復興事業の対象にされている。チャン族は主に農業に従事し、牧畜業も兼ねる。特に井戸掘りと石造建築物の構造技術に長じる。また伝統的なアニミズムが信仰されており、宗教生活におけるタブーも存在する。例えば子供が生まれると、 鬼を連れてくる恐れがあるので、面識のない人が部屋に入ることを最も忌む。そのために入り口に赤い旗をかけて見知らぬ人の立ち入りを禁止する。もし家畜の豚、羊、牛などが子供を産むと、生まれた家畜の数と同数の棒を敷居に束ねておく。それは見知らぬ人の立ち入りを忌むことを示す。もし見知らぬ人が入ると、母親の家畜の父が出なくなると考えている。 子供たちは、魔除けのために普段、銅の鏡をかけ、帽子にほら貝をつける。また、見知らぬ人がこれらのものにも触ってはならない。台所の鉄のごとくを足で踏んではならない。さもないと、天神を怒らせることになるためである。元を招いて、病人のために鬼払いをしてもらう場合、他人は室内に入ってはならないため。 その家の門前にしばしば麦わらで作った人形や馬などを目印として置いておく。母の日には畑を耕してはならない。母が土に属し、工作すれば土を犯すことになると考えられているためである。以上のように、アニミズムの宗教が、ちゃん族の生活に極めて重要な影響をもたらしている。チャン族は古代、共族の時代から脈々と受け継がれてきた。 原始宗教である精霊、多神崇拝を信仰している。彼らの精霊、多神崇拝というのは、いわゆるアニミズム的観念であり、すべての人間には霊魂が宿っていて、それが外界の物事に押しを及ぼし、あらゆるもの、場所に精霊が存在し、行動していると考えた。しかしながら、歴史的に他の外来宗教の流入によって、アニミズムにいくらかの影響があり、 特に1月9日の上限会、4月8日の仏祖会、7月19日の玉公会といった道教の行事が強制されたこともあった。彼らの宗教は多神教であるため数多くの神が存在する。その中でも彼らが最も崇拝してきたのは天神である。 天神は万物を主催し、人間と家畜に家福を及ぼす神であると考えられた。この天神を主神として山の神、火の神、羊の神、水の神、土地の神と続き、全部で十数種類もの神が存在するが、万物幽霊の考えから、着物の格から、体の赤、吐息に至るまで、ありと、あらゆる万物に霊が宿ると信じられている。 このように形あるものから型のないものまで崇拝するのであるが、型のない神々に対しては、白石神といって、石英をその神々に見立てて崇拝する。これは彼らの白石伝説に基づく考えなのであるが、伝説では、強敵の火器人を神の刑事によって倒したチャン族は、戦勝を記念して神を祀ろうとしたが、神に形がなかったため、 夢で見た石英を神の象徴として崇めるようになったという。この白石伝説はチャン族の儀式で必ずシャーマンによって唱えられ、彼らの神話として語り継がれてきた。チャン族の宗教で欠かせないのがシャーマンである。シャーマンは、チャン族の言葉で元と呼ばれ、生産にも従事している宗教職能者であり、神と通行し、悪魔とも接触するので、 人々が祀る神々以外に彼自身の保護神を持っている。彼は民族の歴史や伝説に通じ、様々な神話物語と古実の由来などを暗唱しており、各種の記録されていない呪文を唱えることができ、人通力を発揮する放棄を持っていた。そのため人々は彼が自然を自在に操る才能を備え、風を呼ぶことができ、 家畜と作物を繁殖させ、運命の吉祥を変える能力を持っていると信じた。シャーマンはさらに医者でもあり、どのような病気も治療できるとされた。それゆえに、シャーマンは長年にわたって、チャン族の社会生活で重要な地位を占め、人々の精神上の指導者というべき存在であった。シャーマンは、徒弟性によって養成され、教典がなく、一切の呪文は、 師匠の苦伝に頼る。弟子の数人に制限はなく、伝授は多く、夜間に挙行される。その時間は労働後の余暇でもあり、神秘性を添える時間でもあった。その学習は、通常3年、内し5年を要するが、すべての呪文を暗唱して使用することができ、一切の儀式を熟知すれば、社音儀礼を挙行して、正式に、卒業が申し渡される。 その時になると弟子は師匠を宴会に招き、靴、靴下、衣装などを謝礼として師匠に送る。師匠も、放棄一式を弟子に送り、弟子が独立することを許可する。チベット族に隣接する赤、フイケル、三ツエグチ、九子タムロなどの地方では、チベット族の支配階級が、自己の勢力を腐食するに従って、チャン族の支配階級と結託し、数カ所に、 チベット仏教の寺病を建て、チャン族の民衆に、チベット仏教を信仰する、よう奨励督促した。その結果、ある地区ではそれまでのチャン族宗教職能者が、廃絶されてラマ像に変わり、またある地区では、シャーマンとラマ像が並立して、チャン族の宗教信仰活動上の重要な人物となった。現在でもチベット族の人たちと一緒に暮らしている。 少数のチャン族の人たちは、チベット仏教を信仰している。1898年、フランスの宣教師が、シゲル州城に入り、カトリック教会堂を建てる。1909年、プロテスタントが、シゲル州に伝わり、続いて1911年に川県、利県などの地区に伝わり、シゲル州、イ州、雪城、ザツタニ能などの地区に教会が建てられた。 1942年、中華キリスト教会の偏教服務部が異臭に事務所を開設し、その勢力は雑谷の雪上岩門、香山通貨茂る県などのチャン族、チベット族の雑居地区にまで進展した。以上のいろいろな外国宗教勢力は学校を作り、医療を行うなど様々な恩恵を施して、人心を調落し、 信者になるよう人々を誘導した。さらに、チャン族の信仰する天人はすなわちキリストである。チャン族と西方の民族とは、同種同族であるなどと言い,い、キリスト教の影響を拡大しようとした。ただし、実際に、外国の宗教を受け入れて信者になるチャン族は極めて少数であり、それも交通が発達し、都市に隣接する地区に限っていた。 広範な山村地区では、イエスというチャン族にとっては、耳慣れないものを信仰する者は、ほとんどいなかったのである。ここにおいてもチャン族のアニミズム信仰の根強さを知ることができる。チャン族の婚姻形態は、基本的に、一夫一夫制である。茂ミ県宮人教の初期の調査によれば、前後241組の夫婦中、 一夫一夫の占める比率は95.5%、一夫多妻の占める比率は4.5%であった。一夫多妻というのは、封建支配階級の者たちであり、二人あるいはそれ以上の妻の間に生まれた子供の着所の区分がなく、地位は基本的に平等で、聡明で能力のある者が家事を取り仕切る。 チャン族の婚姻には厳格な階級の制限があり、家柄の釣り合いを求め、いわゆる、貧しい者は貧しい嫁を探し、飛んだ者は飛んだ嫁を探すのである。カイドキリュウ以前、土シは土師間相互で通婚するが、平民とは絶対に通婚せず、カイドキリュウ後も、事務士階級は、農民と通婚しなかった。ち族は一般に、同民族内部で通婚するが、 その他の民族と結婚することを排斥しない。事実、漢族と雑居しているものは漢族と結婚し、チベット族と雑居するものは、チベット族と結婚している。しかしながら、イトココンも盛んに行われており、同志と羊猿氏といった固定した通婚関係のある氏族が存在する。婚姻は一般に、父母の取り決めによるが、 特に母親の同意を得なければならない。父母の多くは、子供が、幼少の頃から彼らに代わって、婚約を決め、中には少数であるが、私服ため婚もいる。一般に相婚が行われ、男子は7歳から10歳までに、女子は12歳から18歳までに相手を決める。多くの場合、女子は、男子より年齢が高く、 男子が婿入りする時だけ女子よりも年上であることが多い。また、ちゃん族は売買婚を実行しているので、婚約から結婚まで男女は女型に婚紙を送ったり、客を招くなど、大量の金銭を浪費しなければならない。このため、多くの農民はいつも嫁取りのために金持ちから金を借りて氷菓子の搾取を受けざるを得ず、ひどい時には、 子供が成人になってもその利子を払い終わらない者もいる。こういったこともあり、中には財力がなく一生独身生活を送る者もいる。チャン族には夫に先立たれた妻は夫の兄弟の妻になるというレビレート婚が普遍的に存在する。これはよく遊牧民に見られる風習であるが、チャン族の場合もそれと同様で財産を 他の姓に渡さないという目的がある。ただし、夫の兄弟が引き取らない場合にだけ、その妻は他の姓に嫁ぐことができる。チャン族では、レビレート婚のことを、展望という。まず、男方から売借人を立てて、女方に縁談を申し込み、女方が同意すれば、結婚相手双方の青年月日を書いた紙をもとに、手渡し、相性や吉居を占ってもらう。 元がもし吉とみなせば、女方は早速男方に、傍月傍日に、女方にて主演を開くと通知する。その時、男方の父母は息子を伴って、女方の父母を訪ね、女方が、今死の額を提示して、双方で話をまとめる。これを、角六種といい、蓋を開けた酒を意味する。次に数ヶ月あるいは数年後にまた男型は主演を、開いて、 女方の親戚友人を招待し、婚紙の一部を女方に送る。これを、手を治む約酒と言い、婚約がひとまず取り決められたことを祝う酒を意味する。次に数日後、男方は、三度女方で主演を開き、近所の家々の代表者を招待し、婚紙の残りすべてを女方に送り、結婚の日取りを決める。これを、ダオサム各種と言い、 婚約がすべて取り決められたことを祝う酒を意味する。第一日目を、花夜と言い,い、女の家は親族を招いて、主演を開く。客人は、医療、刺繍した布靴、アクセサリーなどの贈り物をする。一メートル余りの細だけを酒瓶に差し入れて、みんなで酒瓶を車座に囲んですってのみ、祝いの、サロウ、舞を踊り、縁は深夜まで続けられる。次の日。 花嫁は赤い花嫁衣装を身にまとい、刺繍した靴を履いて、母方おじに赤い絹布をかけてもらい、兄弟もしくは、父方いとこに背負われながら、土口を出るとき、爆竹が鳴らされる。それから馬あるいは腰に乗り、女の子七から八人が付き添って、男方の家へ行く。途上に、親戚友人の家があれば、そこで、一行は、坂でもてなされる。花嫁が、 男の家に着くと、男方は、入り口で爆竹を鳴らして歓迎し、室内に迎え入れる。花嫁は、男方の年長者から赤い布をかけられ、拝礼した後、新居に入る。続けて、男方は、盛大に宴会を開いて、客人をもてなし、宴会終了後、遠方の客のために、近所で、宿の手配をする。これを、若余り字といい。 客を開けるという意味である。その夜、親戚友人たちは、男の家に集まって楽しく酒を飲み、酒歌を歌う。酒歌はまず男型の客人が、花嫁を褒めたたえる歌を歌い。続いて、女型の客人が、花婿を褒めたたえる歌を歌う。歌が終わると一緒に、サロー、舞を踊るが、この日も、深夜までそれが続けられる。三日目の朝、 主人は客人に感謝の意を表し、爆竹を鳴らして客人を見送る。この日も主演が開かれて、新郎一行がもてなされる。この時新郎は、神父の友人から伝統的なやり方でいじめられる。主なやり方は、新郎が箸で取りづらくした食べ物を無理やり取らせるというものであるが、失敗すれば一気のみなどの罰を受ける。 こうして3日間に及ぶ結婚式が終わり、晴れて、夫婦として認められる。葬式でも、霊魂不死の観念が介在して様々な、儀礼収俗を作り出した。例えば、死者に6枚の衣装を着せ、口に、銀、豚肉、菜の葉を入れ、また元に書いてもらった、通行券をその衣服のポケットの中に入れておく。それは霊魂を無事にメイドへ送り込むためである。 年寄りが死ぬと、その霊魂を案内させるために、家の者は必ず一匹の羊を殺す。その際、羊の内臓の傷んでいると思われる部分を探し出し、そこがその年寄りの死病の箇所であると決める。その後で他人にその羊の肉を食べてもらうが、遺族はそれを食べることをはばかる。もし崖から落ちて死んだ死者の場合は、 家の者が必ず彼のために元を頼んでその魂を呼び出してもらい、また、身代わりの魂として一匹の羊を死者が落ちた崖から落とす。もしこの羊が死なずに家に戻ってくると、非常に不吉なこととされ、後になって二人目の事故者が出る恐れがあるという。応死し,した者はすべて仮装にされる。仮装の日取りと時刻は、家族のすべての者の誕生日。 時刻と同一であってはならない。もし同一であるときは該当者が高いところに行って、隠れていなければならない。死者より高いところにいれば、今日を基地に変えられると考えられているためである。ZH、中華人民共和国、第5次全国人口、広島とは、衣装として白いスカートを履き、上半身に、羊の皮で作った、直気あるいは普段着を着る。 表の皮を引っ掛け、頭に、猿の皮の帽子をかぶるもともいる。民進代、少数民族地区に、間接統治を任せていた、土師、土管を廃止して、流管を派遣して、直接統治に切り替えていった、政策並びに、その祖世。子供の誕生前から、親同士で婚約を整える一種の幼児間の婚約。チベット系民族の民間武道。 ありがとうございます。